一斉のせ、こんにちは、ひまひまです。今日はですね、今日見てください。見てください。ピン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 団子です。ということで、今日はですね、結構な夜なんですけど、今日は深夜に10分間、皆さんからいただいた NG なし質問コーナーしていきたいと思います。皆さんたくさん質問ありがとうございました。ちなみに、インスタのストーリーで質問を募集させていただいて、ぜひインスタフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。で、本当にもうね、5分ぐらいでね、もう何千件みたいな。で、多分今もう募集してから40分ぐらい経ってるので、また続けていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、今回はマジで NG なしってことで、私意外と今まで、その質問は選んで答えてきたりだとか、結構 NG 出しちゃってたんです。もう今回はもう NG のんのんのんってことで、もう NG 何にもなしで答えていけたらなと思います。まあ、とりあえず、こういう感じで、はい、質問を募集しましたので、10分間だから、いい ?10 分測っていくから。どんぐらい質問くれたんだろう。わかんないけど、結構めっちゃくれたので、とりあえず一番下まで行こう。あ、10分これで測ろう。ちょうどいいものがあったわ。OK、来た。じゃあ、行きます。では、10分答えます。よーい、スタート。はい、ちょっと、これは、こっちへと。平日どれぐらい勉強していますか？テストの日、テストじゃない習慣はマジで、1ミリも勉強してないです。塾とかやってるから、まあ1日2時間とかしたらするかな。今までのテスト最低点、53点。好きな人いますか？これガチで言いますよ。いません。ごめんなさい、これいたら面白いんだけどね。50メートル走タイム、最近8.7 とかかな。ちょっと上がりましたね。スキピできた？いません。高校、さきちゃんと同じとこ行くかもしれないんですか？行くかもしれない。志望校には入ってますね。元彼いますか？マジでいません。マジでいません。告られた回数は、告白された回数。マジでいないんだけど。いないとか言いながら、ねはないよね。ゼロです。オンライン塾と普通の塾両方行ってるの行ってます。初恋の子のイニシャル。初恋がさ、私どっからかわからなくて、そう、恋がどっからかわからないんですよ。好きになったことあるのかもわからないんだよね。でも、一個だけ覚えてるのは、まず幼稚園の頃では初恋はしたことがなくて、小学生の頃に4人に好きになられたっていうのは覚えてます。正直に言ってください。偏差値何歩ぐらいですか？受験応援してます。多分、現在でもね、60とかだと思われます。60ぐらいだと思います。はい、告白された回数です。意外と多いな。あ、修学旅行の髪の毛の話聞きたいです。宿毛矯正をしました。で、まっすぐに頑張ってやってましたね。うんこ味のカレーか、カレー味のうんこ味がいい。うんこ味のカレーがいい。何もうそれ。ぶっちゃけ、あ、これやばい、ぶっちゃけちゃうよ。ぶっちゃけ高校の偏差値どれぐらいのとこ行きたい？でも、私だから多分60ぐらいだから、55から65ぐらいの範囲では行きたいなと思いますね。すごい幅広いと。好きな人いたことある？だから、わかんないけど、いたことはね、あるとは思うよ。わからない。だから、だから2年生の時ちょっとモテてたでしょ？ 4 人にモテてたんだけど、その4人の誰かは多分好きだったと思う。あんま覚えてないけどね。これ多分初めて言った私。ママとハブに言ったことあるけど。高校生になったらピアス開けたい？開けたいです。めちゃめちゃめちゃ開けたいです。テスト期間毎日何時間ぐらい勉強してる？土日は10時間とかかな。今の気持ちを一言で表して。なんか右目がずっと痛い。いつ頃付き合いたいと思いますか？そろそろ付き合いたいですか？いつ頃付き合いたい？高校2年生で付き合いたいです。そろそろ付き合いたくないかな。まあ、ぶっちゃけ言うと付き合いたいよ。付き合いたいけど、私一個のことにこう、盲目的になってしまうから、YouTube との両立が絶対できなくなっちゃうから、高2かな？高2です。結婚する人の理想、優しい人。これが一番大事よ、マジで。友達になりたいと思う子に自分から話しかけに行ける派ですか？マジでなりたかったらいける派だと思います。インちゃんと会う予定ある？今のところはないですね。学校は歩いて行ってるんですか？歩いてます。あって、なんかみんな受験とさ、あれだわ、彼氏と好きな人と。
ひまちゃんと偶然会ったらどうするのが正解ですか？実は見かけたことあります。ありがとうございます。ひまちゃんと偶然会ったら、ぜひ声かけてください。なんか結構遠目で見るよりは声かけてくれた方が嬉しいです。元気がない時ひまちゃんだったら何をしますか？そう、これ結構ぶっちゃけちゃうんだけど、私ね、多分ね、HSP ってあるじゃん。気にしすぎちゃう。繊細な心を持ってる人っていう。多分私それだよ。だってさ、めっちゃ心配性で、すごいね、当てはまるんですよ。一個一個のことを考えすぎちゃうの。今だったら、元気がない時食べますね。とにかく食べます。修学旅行で一番面白かったことを教えて。でもね、面白すぎて何が面白かったっけ。全部面白かったけど、1日目の夜ご飯がもう多すぎたこと。ほんと多すぎたこと。友達と大体何人でいる？学校ではいろんなこといっぱいいるからあんま分かんないけど、2人か4人かぐらいかな。今カエビっている？いない。マジでいないですからね。本当に。もう本当に疑う方は私の学校の子に聞いてみてください。あ、脱毛処理してる？あれだよね。足とか、あれだよね。こことか。腕とか。私、剃ってますけど、毛は。でも、脱毛はしてないですね。男子の好きな髪型ありますか？最近さ、マッシュとセンター分けの方多いじゃないですか。マッシュかセンターがいいと思う。まあ、お兄ちゃんがね、マッシュとセンターをよくやってて、若干パーマがかかっててもいいんだけど、なんかまあ、中学生の下からよくわかんないけど、高校生になったら価値観変わると思います。単発がいいですね。すっごいこだわってんじゃん。マッシュじゃなくてセンター分けがいいです。次。ワークは早めに終わらす派ですか？宿題だよね。宿題は遅めです、結構。本当に中学3年生。これどっちだろう？どっちの意味でだろう？こんな髪型してますけど、中学3年生です。なんだろう。ひめちゃん恋してる？してないです。もう、マジでもうそろ恋したい。マジで。なんでそんな肌綺麗なの？これ、リアルで言うと、でも私そんな肌綺麗じゃない。この辺。結構、ちょっとブツッとしちゃってますね、この辺。どうしたらひまちゃんみたいにみんなからそんなに好かれる人になれますか？嬉しい質問。なんだろう。私はとにかく、笑顔で、あーって言うことを心がけてます。大学に行くつもりはありますか？あります。好きな男子の仕草。だから、さりげなく、ありがとうっていう人。わかんない。ありがとうってめっちゃ言う人がいいと思います。ストレスが溜まった時にすることは何ですか？私、ストレス溜まると泣いちゃうから、泣くことが一番いいと思います。ストレスっていうかな、怒られた後とかに、イラッとして泣いちゃうから。体育祭いつですか？ 5 月、6月の前半ぐらいですね。血液型 A 型です。待って、NG 出したかな？足を細くする方法。私、マジで足細くないんですよ。マジで。マジで平均より太いと思いますよ。マジで。うん。あ、これ結構ぶっちゃけじゃない？お給料、ひまちゃん 100% もらってますか？私お給料とかじゃなくて、普通にパパが編集してくれてるから。お給料とかそういうお金関係はパパが全部やってます。でも私お小遣いはもうもらいますから。なんかお給料のためとかにやってるってわけじゃなくて、本当に YouTube が好きだからやってるから、そんなに全然気にしたことがないです。今のクラスは A 組です。付き合った回数0点です。身長は151センチです。意外と体重きてないな。芸能活動やってなかったら将来はどんな仕事に就きたい？ヘアメイクさんかスタイリストさんとかになりたいです。超無敵クラスでよく話す生徒さんは、斉藤なぎさちゃんです。もうほんと可愛い。10分になりました。10分経ちました。あと2問だけ答えたいと思います。どういう子を認知してる？これはね、とにかくね、ずっと、毎日コメントくださってる方とか、すごい歌詞動画をたくさん作ってくださってる方とかかな。高校は芸能系のコースのある学校に行くんですか？いや、私は多分芸能コースじゃなくて、普通の一般普通科コースに行けたらなぁとか思ってます。はい！ってことでこれで以上でーす。結構ぶっちゃけましたよね、私。あと偏差値も言ったし、そう、4人に好きになられてたってことも言ったし。やばいやばい。結構言ったよね、私ね。結構暴露になったんじゃないかなと思います。ただ体重がね、あんま質問が来てなかったんで、次の NG なし質問コーナーではですね、ぜひ体重を聞いてくださると嬉しいです。ですがですね、今の体重ではなく、小学校6年生ぐらいの時の体重を聞いてくださったらなと思います。なんでかと言いますと、今の体重と小学6年生の体重はほぼ変わんないから、それを聞いたら、皆さんびっくりするでしょう。結構重いですよ。はい、ということで今回こんな感じで終わりたいと思います。なんかすごい私ね、質問答えるのがとても好きなので、ぜひまた質問コーナーとかやれたらなって思います。あとインスタライブとかね。ということで、こんな感じで終わりまーす。では、
次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。おやすみなさい。とりあえず一番下までって言おうとしたけど、一番下に行けないかも。たどり着けない。ありがたいことにたどり着けない。ちょっと上から行った方が早かった。すんごい食えてるみんな、すごいわ。